じゃあまあとりあえずね、このこいつをこの醤油でギットギトに汚れたクッションを、吸ってみたいと思います。このスチームでね。電源オン、スタンバイ。はい、それでは、排水を見てみましょう。はい、ここ水はここまで入れて、で洗剤っていうかね、洗浄液っていうのは。まあ専用があるんやと思うんやけど、この穴から入れるようになってます。この水のところに洗剤を入れるのは、まあボイラーの故障になるんでやめてくださいっていうふうに書いてますね。洗剤と水はもう分けて入れるっていうことですね。まあ、そんな感じですね。水はここまで入れてください。で洗浄液はここまで入れてくださいっていうメモリーですね。で排水の量がここまで溜まったら捨ててくださいと、まあ、そんな感じですね。スチームの時は布ブラシでやった方が良かったんやな。はい、こっちでやってみます。
はい。この、スチームクリーナー。多機能型スチームクリーナーですね。高の、スチームが出て、まあ、頑固な汚れを、吸い取ってくれるっていう感じですね。なんで、水洗いしたくないもの、まあ、ソファーとか、カーペット。まあ、あと車のシートとかね、使えるんじゃないかなと思います。まあ、あと、洗剤を使わずに、要するに水だけで、クリーニングできるっていうことで、まあ、ペットとか、ちっちゃい子供がいる、ね、ご家庭とかは、で、掃除するのは、いいんじゃないかなと。安心してね、掃除ができるんじゃないかなと思います。まあ、洗剤を使えば、もちろん、頑固な汚れ、もう取れない汚れとかもね、パッと、この服とか、ちょっと、シミになったとか、そういうのをシミ抜きとかもできそうなんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。詳細は概要欄に、リンク貼っておりますので、そちらの方、参照してみてください。はい。ちょっとこれはね、車の中、あとカーテンとかね、いろいろ年末の大掃除に使えると思いますんで、はい。ちょっと頑張って、いろんなところを掃除してみたいと思います。はい。今日は、以上となります。ウワントさん。ユーワントさんかな。ちょっと、メーカー名さん、綴りがわからないけど、こちらのメーカーさん。はい。多機能型スチームクリーナーの紹介でした。ありがとうございました。